はい、いただきまーす。今日のご飯は餃子、手作り餃子です。そして卵のスープとご飯です。それでは一つ味見をしようかと思います。ちょっと熱いかも。出来立てです。いただきまーす。うん、おいしい。うん、いい味なんだかも。うん、うん。それでは、お箸の持ち方を説明します。皆さん、鉛筆を持つように、鉛筆持ちますよね。そのように持っていただいて、もう一つのお箸は、この薬指の上に乗せます、うん。で、ここはクロスしないで、こう平行になるような感じで。パラレル。パラレル。で、ここに先っちょがこうくっつくような、こうすることで豆もつかむことができます。で、この人差し指と中指の間にこのお箸がこう自由に動けるようになってます。そしてここの薬指は安定させています。この下のお箸に安定させています。こういう感じで持ちます。ちょっと練習が必要かもしれません。日本人でもお箸の持ち方がうまくいかない人が結構いるようです。けれど、鉛筆を持つような感じで持っていただいて、この下の方は動かさないで上だけこういうふうに動かせるようにするといいと思います。それでは夕ご飯続き食べていきたいと思います。チャレンジ。